はい、どうもいいです、トレード絶対断れないペナントをやっていきます。これマジでクリアできる気がしないんですが、やっていきましょう。とりあえず、まず大谷が帰ってきたんで大谷を一軍に上げたい。打たれてるのは誰ですか？10点台、16点台、ダメです。10点台もダメですね。1回2軍で13点台、3点台はまあ十分でしょう。 3.86、中継ぎはそこそこ頑張っているな。久保上げようか。大谷、千比、川原が抑えてるね。諸角がなぜか2軍に落ちている。あ、安田もか、あ、そう、安田も帰ってきたんで大浦下げようか。で、安田がサード、2割2分か。ちょっときついな。まあしょうがねえな。3番に置いてみるか。2割2分ね。選球眼あるからとりあえず3割3分3厘。1番に置いてみるか。あ、大谷もいるんだ。センター大谷、1番松林、2番大谷、3番安田、4番亀井、5番クラス、これでいこう。いいのか、2番大谷で。大谷3番じゃない？これでいこうか。3番大谷でいいや。2番安田でいいや。2番安田もなかなか強力打線じゃないか。大谷さんが、これで大谷さんを、特能をつけれるね。回復アップを覚えるか、大谷。で、安は、とりあえず守備だな。いや、まずミートだな。ミート E にしてから守備上げよう。トレードは今、とりあえず依頼しているのが断られて、セカンドが欲しいんだよな。石原は後で取り返したし、セカンドを絶対取らないといけないから、セカンドを取るには誰を出したらいいのか。大浦は中条で取れないかな。セカンド誰でもいいし、セカンドをくれ、うちにだ。トレード以来汚くてんから、セカンドやめてね。セカンドいないから。一塁手もうち一人しかいないんだけど、なんだこいつは。こんなやついらないんだが。もうゴミをまた捕まされた。ファーストもいなくなった。だからファースト逆にいないからもういい。ファーストはいないからもう取られないから。取らなくていいや。亀井がサブポジでファーストやってくれ。阪神からも来ました、トレード依頼。大人気だな、うちは。投手いた、あー！マジ？ちょっと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっ、そんな、そんなとこある？投手、右投げ、制球力がある。そんな際どいとこ攻めてくる？ 5.40、1割8分5厘ですが、それはダメじゃないか？ちょっと、阪神さん、ちょっとね、これはちょっと、阪神さん、おかしくないか？お前、これで大谷取れると思う？なあ、阪神。どう思う？お前。聞いてるか？阪神の社長。阪急阪神ホールディングスの会長か社長か知らんけど、CEO なのかもしんないけど。うわぁ、もう詐欺トレードすぎないか？もうマジで死んでくれ。死んでくれ、本当に。なんで大谷しかいないんだよ、うちのコントローラーで。うちのコントローラーのピッチャーが大谷しかいないってどういうことだ？いねえ、ピッチャー。そして中継ぎはちゃんと抑えてる。宮西抑えで、アダメス変えて、マジか。ちょっとショックだな。ちょっとショックだな。大谷さんがいなくなったな。大谷がいなくなった。どうやって勝つんだ？と
トレード失敗した。セカンドマジで取らないと。セカンド、セカンド、もう誰でもいいからくれよ。ピッチャー出すしかないよな、若手ピッチャー。吉住で誰か、ドライチ出せよ吉住。誰かセカンドくれるでしょ、吉住だったら。あー来たと、来てしまった。ちょっと松林はやめてくれよマジで。これで松林取れたらマジでもう泣くからな。一塁手あいません、残念でした。うちに一塁手はいません。あー取れた、失敗した。セカンド全然くれないんだけど。待って、とりあえず石原取り返すか。ちょ大谷取り返したい。大谷マジでどうしたら大谷に取り返せる。永瀬、室尾、大浦。もう大谷くれよ、大谷返してくれよ、大谷返してくれよ、大谷を。トレードエラー来た。あーセカンドパクられる、セカンドがいなくなる、セカンドがいなくなる。はい終わり。はいセカンドいません。はいセカンドいません。いました。危ない、危ないところだったぜ。もうだな、適当にやってくれ。俺はもうトレード、いかにトレードをうまいことやるか、それだけを考えております。トレセリしろ、トレセリしろ、トレセリしろ。あー失敗した。じゃセカンドマジで急募二塁手守れる選手、誰でもいいんだよ。セカンド守れたら誰でもいいっつってんのか、誰かくれよ。うーん137キロか、でも3球種1割しな。うーんアダメス、アダメスだそう。アダメスでセカンド誰かくれ。アダメス去年クソ活躍してたよな。今年は不調だったから、中条がノリノリ、藤岡がノリノリ。中継ぎ陣すごくね。もう全員勝利投手でいいでしょ。リード G、ビハインド、ビハインド、ビハインド、リード G、リード G、ビハインド、ビハインド。はい、選手。中条、ノリノリだから中条使おうか。安田が頑張ってるね。こいつも頑張ってる、3割1分打ってる。めっちゃ打ってんだけど、なんで？DH 三村使うか、小畑使うか、誰を使うか。誰でもいいな、もう正直。正直もう誰でもいいっすわ。ちょ、マジで大谷をなんで取る？それはちょっと、そこらへんちょっとやっぱ考えてくれよ。バカなのか？ AI は。そこら辺のバランスを考えてやってくれ。さすがに大谷はちょっとないでしょ。アダメス、セカンド。セカンド、クレメンス。てかもうマジで、もう全員ファーストをポジションにして、サブポジをつけるっていう作戦もあるじゃない。全員ファーストにして、サブポジを全員つけて、サブポジを守らすっていう。それだったらパクられにくいんじゃないか。その作戦どう？正解じゃない、その作戦。オーラもノリノリになってきた。中条、オーラ、誰でも変えるやつがいねえんだよな。
セカンド守るもの。セカンド守るか、お前、オーラ。セカンド守ってくれ、もう。オーラ、セカンドでいいよ。ノリノリだし、ノリノリだし、セカンドぐらい守れるでしょうという淡い期待を寄せておりますが。お伊藤。誰だ、伊藤って。西武の伊藤が来た。誰だ、こいつ。は？ちょっと待ってくれ。西武の伊藤じゃないの？西武の伊藤とのトレードが成立したらしいんだけど、うちに来たのは、増田です。増田です。巨人の人じゃないこれって。西武の増田なのかな。アダメス西武にいる。じゃあ西武の増田さんだな。西武の伊藤って誰？セーフも伊藤って誰だよ、もう。いいもセカンド来たんだから、うちセカンド使う、セカンド。オーラ10割打ってます。クランストンと変えよう、もう。増田セカンド。よし。DH にクランストン。増田君、増田君もらいました。じゃあ次は石原を取り返さないといけない。じゃあ大谷取り返して、石原と、大浦。あ、大浦ノリノリなんだよな。中条ノリ、野口で帰ってくんないか。野口と石原取れ。これベテランって結構取れ、そう思ったらベテランを取っていく、ペナント。ベテランを取っていくべきなんじゃないか。活躍できるベテランっているじゃん。活躍するベテランっているから、そういうやつらを取っていくっていう作戦もありなのかもしれない。よいしょ、ファーストいないぜ。ファーストはいないぜ、うち。ガンガンファースト取ってくれ。ちょ、ベテラン探そう、後で。後でめちゃくちゃ活躍してる。ベテランを探して、パクろうぜ。よし、石原、俺、野口で石原取れんでしょ？結局、オーラただ取ったみ、オーラを取れたみたいなもんでしょ？ラッキーじゃん。ちょ、太田キャッチャーでいいだから、太田キャッチャー覚えさせる。で石原がレギュラーと、まあいい疲労回復になったんじゃないか。で堀地クソ打ってんだよな。石原2番手だな。やっぱベテランを取りたいんで、ちょっとベテランで活躍してる選手を探さないといけない。どうやって活躍してる選手を探すんだ。ベテランをまず探そう。年齢で探そう。ナバール35、37。カーリー君とかどう取ろうかな。年俸高いんだよな。マッチもな、年俸高いな。年俸安くてベテランのやついねえの。大島、微妙だな。微妙だな。微妙だな。ニューヨーク高いよな。ミマ、7点台だな。ベテランで活躍してるやついないんだ。松山か。松山どれで取るか。松山取ってもいいかもな。下鶴取ろうか、下鶴。33だもんね。言うて若いもんな。青木、8500万か。みんな若くないね。みんな若くなる前に引退してるね。伊能もらえないかな。伊能、松山、下鶴あたりを狙っていこうか。まず伊能をちょっともらおうかなと。伊能忠敬35歳。うちの人若いピチピチのやつあげるから。吉住と佐藤。1対1しかできないのか。逃げ玉持ってるからな、こいつら。ちょっと貴重なんだよね。よし、おいよ、21歳と。うわ、21歳、若い。ドラフト1位だぞ、吉住なんて。トレードしてくれ。無理かな。
無理だったら早めに無理って言ってほしい。できれば早めに断ってくれ。ちょっと間オーラ覚醒した。あーとかソフトファンクってこれあれでしょ、どうせ一粒子でしょ。一粒子はいません、うちに。あー失敗。まあまあいいでしょう。次は松山、松山をパクロ。松山いらないんだよ、普通二塁間がいるんだもん。二塁だ、二塁、二塁学二塁。とりあえずうちは二塁が欲しいんだった。そんなことしてる暇じゃない。佐藤で二塁をくれ。ほんまゴミみたいな選手を使いたい。もう取り外したい。でも試合だって勝ってるとか負けてるとか見てないもんね最近も。でもそこそこ勝ってるしね、そこそこ勝ってるし。オーラも成長したな。3割1分ってる。こいつも2割6分5厘7本もホームランってる。オーバーシも覚醒したよ。2割9分9厘になった。6割6分7厘打ってるこいつ。仮面打ってないな。ファーストいないんだよな。3割打ってる。オーラクラクストンファーストやろか。こいつが1番だよ。2番3番4番5番6番9番7番8番オーバーしていこうか。ショート松林レフトセンター。打順逆じゃないか。2番だなこいつが。育ってきたんじゃないか、うちの選手だって。やっとあとはセカンドくれ。あ、DNA から来てんだった。もうなんでこんないい選手をなんかこんなゴミみたいなセカンド。まあそこまで悪くないなこいつは。ただ安田のが絶対いい。22歳で2割7分10本持ってる。まあ大谷取られてる時よりは全然いいから、まだ許してあげよう。だがまたいなくなりました、うちの選手。もうこいつは頑張ってくれ。宮本サードできんでしょ。サードサードやってくれ。お前はサード、セカンドもサード、いろんなポジションができる選手がうちには必要です。あ、もうまたもうオーダーをなすぐ崩すのやめてくれ。宮本サード、浜田サード回すかお前。スッチーだけど。で大浦中条、大浦1番、1番センター、大浦レフト、4番5番、2番がいなくなったって、3番がいなくなったってことはこう繰り上げ、5番、5番、これ以上ちょっと打たなかったかな。6番、7番8番、宮本を1軍に上げないといけない。対左は石原でいこうか。石原対左良かったよね確か。対左 C か。あ、ショート大橋にするんだった。宮本を一軍に上げると。守備は安田より上がったけどな。これでセカンドが増えたんで、セカンドがとりあえずいらなくなったな。まあいいや、とりあえず笹井がノリノリ。笹井いたか。また外野手か。こいつは2軍に落ちたとこね。運が悪かったなお前は。そういう選手やっぱ運がない選手っていうのはねダメだよ。活躍できるチャンスで活躍しなかったらダメです。あ、セカンド取れなかった。中条が下がって代わりに支えがまだ上がれませんと。ってなると中条ファーストで、これ途中交代してんのかな。中条てかファースト守ってる選手、外野でファースト守らせたら途中で交代するのかな。トレードが落ち着いてきました。オーラもノリノリじゃなくなった、まあ、とりあえず
や、オーラ、中条オーラどっち外そう。庭に並ぶ4輪、いや、支えを外したらいいや。スタメンどっち外そうか。これはオーラのが使えるよな。いや、中条の方がいいよな。支えを1番センター、3割打ってます。どこ欲しい？てかどこ取られたくない？どこ取られたくないですか今。こいつ取られたくない。ピッチャースタミナがある、スタミナがある若手、若手なんかこいつは、こいつは若手に入るのか。請求いいになったな。とりあえずじゃあ守備だな。請求いい、こいつは 何にしたらいいんだ。川原すごスタミナがあるピッチャー、スタミナがある、もう川原スタミナがあるですね。まあいるっちゃいるか。ミートがある、そんなやつする。ピッチャー一応、こいつピッチャー換算だから、サウポジ替えだからピッチャーで見たらいいんだよね。変化球が多彩、変化球が多彩、変化球が多彩、もうこいつらも変化球多彩、変化球多彩、まあ、松林は大丈夫か。松林は大丈夫でしょ、取られないでしょう。そう考えたらあとうちが取られたらダメなのは、まあ、みんな取られてダメだよね、まあ、クランクとか外野だよね。パワーがある外野手、まあ、中条がいる。最近中条を人質にしたらいい。肩が強い亀井がいるでしょ、まあ、取られたくないのはこいつも、取られたくないね。ショートが取られたくないね。じゃあショートだな、ショート、まあ、森越もショートいる、谷山もショートいるか。セカンドか、セカンドもこの2人がいるでしょ。まあ無難に二遊間が多分取られやすいから、とりあえずセカンド補強しとこう。佐藤でセカンド取れないのかな。佐藤といらないやつは詰め合わせパックみたいな感じにして、使わない選手詰め合わせパックにして送りつけよう。大石佐藤でセカンドくれ。あー全治1ヶ月、佐藤が乗る、佐藤が乗る、佐藤大事じゃないか。もうとりあえずしようとしてるでしょ。いや、あげない。なんか次あげるか、まあ、津林1回下げるか、こう1回下げよう。疲労が溜まりすぎだな。勝つも一回下げよう。まあオールスター休みもあるんでね。トレードがもうそろそろ終わります。阪神のトレード滑り込みトレードリーが来た。ちょっとやめてくれよ滑り込み。阪神っても詐欺トレードしかされてないからな。うち入ってきた野口くん。おい、もういい。でもベテランじゃなくなっただけいいね。誰がいい？太田か堀内か坪田。坪田だな。もう滑り込み取れず進んでみてくれ。野口と野口と佐藤。野口、野草とコンビで。ルーキー能力もう判明してるか。松林。まあ悪くないよね。3割5分2に8本打ってます。投手も4点台。まあ、ルーキーにしては十分。長瀬。DD。9点台っていうのがちょっとな。もうちょっと抑えれると思うんだよね。オバシ、こいつ覚醒したからね。なかなかいいんじゃない？ショートとしては。守備がちょっとあれだけど、まあ。頑張ってくれ。
寺村、ヤクルトに行きました。もう知らない、谷山、ゴミ、こいつもこいつ楽天に行ったんか。若い、あこいつも楽天に行った。坪田、あこいつ橋に行った。全然いねえじゃねえか、ルーキーが行ってんだよ。こいつも爆発してます。こいつはなんでルーキーなのに全然いないんだ。こいつは活躍し、意外と活躍してくれました。ノリノリ期間中はためになりました。もう4人ぐらいもういないんだけど、ルーキー、ルーキー4人ぐらいいないんですが。よし、とりあえずトレード終わった。よし、とりあえずトレードが終わったんで、まあシーズン終了までカットしていきましょう。多分最下位だしね。よーし、シーズン終了まで行きました。まあ最下位、交流戦、あ交流戦は10位っていいね。でも一応いいんじゃないか。よ、900敗をハイハイしてる、成長しているうちはやっぱり。というわけで今日はここで終わります。それじゃあ見てください。皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。